あ、ここにあったけど、もう時間がやばい。本当がやばいんだ。え、だって投影するときいくらですか？え、いくら？7,590円。7,519円か。2,500円くらい。あれ、あの、近くの数。はい、ですよ。この免許証を見せてください。あ、今ここでは見せないですけど、うん、だけど、資格はあの30、国家資格30を持ってます。30持ってます。若い頃ね、資格マニアって言われるぐらいいろんな勉強して取ったんですよ。で、あの本当にいろいろ全部国家資格ですよ。あの講習とかじゃないし、全部試験で受ける。30、考えては30いくつ持ってますね。法律系から科学系から公害系から環境系から火薬系から消防系から、で、あのいっぱい車でもあの自動二輪、大型二輪、普通免許と持ってるし、フォークリフトの免許持ってるしね、フォークリフトも、うん、だって司法書士、行政書士、宅建、マンション管理士、管理業務主任者、法学検定とかビジネスシステム法務検定、そういうの持ってるし、危険物とか毒物とか消防設備とか火薬類とか持ってるしね、コンクリート破砕機とかね、いろいろ持ってるからね。普段ダンプで来れば結構こう、ダンプ、ダンプ、だって大型2輪は持ってませんもん、大型は。だから車は免許は持ってるんですけど、運転してないからペーパードライバーなの。だから今運転しろって言われたら怖いんですよ。危ない、うん、だから車は本当に乗らないんですよ、全く。だって免許取っただけで、取ってないはもう全く乗ってないから。いつもタクシーですか？まあ、家がもう中心街だから、もう電車もあるし、急げばタクシーだし、うん、だからもうタクシーも結局久保っていうだけで、もうもしもし久保ですけどっていうだけで黙っても来てくれるんですよ。どこだって。で、あの出先でも久保でっていうだけで来てくれるんですよ。場所がなくても久保だっていうだけで。怖い、場所がなくてもですか、うん、だからもう、だからもういつも行っとる場所が同じとこしか行ってないから、あのだいたいもう久保ですけどって言ったら、もう、あ、悪いなって。俺だよ、うん、どこでも。だから皆さん、あのこうやって打ち上げやって、名古屋で打ち上げやって、タクシー呼んで、ここですけどあのって言っただけで通じてきて、あ、俺が言われたらみんなすごいって言うんですよ。普通の人はあの名前確認したいとかするのに、まだ確認もしないでしょ。もう場所知ってるんですね。すごいですよ、それは。言わないんですよ、ちょっと来てくださいだけで、もういつも、いつも来てくださいっていうだけで。マイカーじゃないですか。うん。